やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。サイレントヒル3をやっていくぞ。ええー、パフパフ。サイレントヒル3ね。ああ、3だぜ。なんで2より先に3なの？それは後で説明するからとりあえず始めていこうぜ。オッケー。アクションレベルとリドルレベルがあるわね。リドルって何？謎解きの難易度だな。アクションとは別に難易度が選べるのは親切ね。そうだね。せっかくだから両方ノーマルを選ぶよ。Where am I? もうやりたくないんだけど。気持ちはわかるわ。ああ、ワンとはまた違った怖さがあるよな。あ、ウサギさんだ。怖いというより気持ち悪いというか、受け付けないというか。ウサギさんがいっぱい転がって、ちょっと。あぶね。落ちないみたいだけどあまり近づかない方がいいわね。そうだね。それにしてもすごく綺麗なグラフィックだね。サイレントヒル1は初代プレステでサイレントヒル3はプレステ2だからな。何かいる？頭が裂けた犬っぽいわね。ちょっとイチゴっぽかったな。イチゴヘッドワンコってとこかしら。そんな可愛い見た目していなかったよ。少しでも怖さが紛れたらと思ってね。というかここは遊園地か？多分そうだと思うけど。ウサギさんもいたしね。ここはお土産屋さんかな。いやあ、僕はウサギのロビー、ロビーくんって呼んでね。へえ、あなたロビーくんっていうのね。よろしくね。え、何？うん、僕たちは友達だよ。今日はいっぱい楽しんでいってね。わかったわ。いっぱい遊んでいっぱい思い出を作るわ。ここはレイクサイドアミューズメントパーク。心ゆくまで、いっぱい楽しんでいってね。怖い怖い、なんなの二人とも。いや、遊園地だからこんな感じのノリなのかと思ってな。多分こんな感じになりそうよね。なんかおっきいのいるー。本当に大きいわね。夢の国のマスコットキャラか？夢は夢でも悪夢の国だけどね。あら、上手ね。嬉しくないよ。というかなんで二人ともそんなに。うわぁ、ミニミニタイルー。はっはっは、思ったよりヨウムも楽しそうじゃないか。何も面白くないよ。いや、ゲームは面白いけど。ナイス攻撃効くのかしら。なんか聞いてるような気もしないではないがよくわからないな。相手の声は聞こえてくるものね。ちょっと微妙かも。無理はしないで先に進んだ方がいいかもしれないわ。うん、わかった。
それはどこまで進めばいいんだ？うわ、わからないわね。よかった、二人とも元に戻ったんだね。変なのいるー。なんかぐるんぐるん回っていたわね。気をつけろ、前にもいるぞ。ほんとだ、うわ。この子なんか虫っぽくて苦手だわ。動きもちょっと不思議だしな。あ、階段があるよ。登ってみましょう。うん。左にいるぞ。聞きたい。これは下にいたやつかしら。別のやつだと思うぞ。この位置にいられたら避けようがないよ。またいるわね。そういえばガードができるみたいだぞ。ほんと？なんかすごい音したけど。今ので軽減できたのかな。ああ、解説書にはダメージを大きく軽減するって書いてあるぞ。それはすごい。うまく活用していきたいわね。なんかジェットコースターのレールみたいなところに出ちゃったけど。そのまま進んで大丈夫なのかしら。かなり危ないな。気をつけて進もう。今の音何？人の声のようにも聞こえたけど。なんかすごい音がするな。怖いよ。It's me. Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad.Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carton. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here.よかった、あれは夢だったんだね。ワンの時みたいに倒されてから夢から覚める仕組みだったみたいね。なんか紋章みたいなものがあるぞ。
なるほど、これはセーブポイントね。見かけたらこまめにセーブをしておこう。わかった。あ、ごめんなさい。ちょっと今のは申し訳ないわね。あまり騒がないようにしないとな。そっか、ダグラスさんに関わりたくないからトイレに入ったのか。あ、この窓開いてるんじゃない？出れるかな？出れたな。思ったより大きい窓だったのね。ちょっと心配になる窓だな。ここからは通れないみたい。それじゃあ反対側は？行ってみるね。奥に車が止まっているみたいだ。何の車かしら？あ、ドアがあるよ。でもちょっと車が気になるね。調べてみるか。特に何もないみたいね。確かに。本当にぴったり止めてあるんだもんな。すごい技術ね。うん。それじゃあさっきのドアに入ってみるね。ここは従業員用の通路か？多分そうだと思うけど。いいのかな？まあ今は緊急事態だし仕方ないと思うわよ。怖い人に追われているから仕方なく逃げてきたって言えばなんとかなりそうだしな。ダグラスさん悪い人には見えないんだけど。それは同意するわ。ああ、どちらかというと苦労してそうなおじちゃんだしな。ねえ、鍵が壊れているドアばかりだけど大丈夫なのかしら。まあ、多分直すお金がないんだよ。大変なんだね。お店があるところまで出たわよ。でも閉まっているみたいだね。結構時間も遅いみたいだから閉店しているのかもしれないな。あ、あのお店開いてるかな。もう店じまいじゃないか。せっかくだし入ってみましょう。ねえ、怖いんだけど。なかなかなものを見せられてしまったわね。こいつって遊園地にいたマスコットだよな。マスコットじゃないでしょ。夢の中ならまだわかるけど現実に出てくるなんてね。あ、ハンドガンの弾だ。サイレントヒルでもないのになんで化け物がいるんだ。さあ、今の段階だとよくわからないわ。それより女の人が。あまりにもむごいわね。ああ、今作は残酷な描写が少し強いみたいだな。確かに。警察に連絡しても信じてもらえないよね。まあ現実にこんなのがいるとは思えないものね。ここから出ればいいのかな。ドアに従業員だけだよって書いてあるな。まさか本当の緊急事態になるとは思わなかったわ。うん。それにしてもドアの数は多いけどほとんど入れないわね。まあ建物のデザイン上仕方ないよな。全部の部屋に入れたとしてもほとんど何もない部屋になりそうだもんね。ななななにか聞こえるよ。左からね。なんかいる。でもなんかちょっと可愛くないか。声は怖いけどね。とりあえず攻撃するよ。倒れたわね。あうち。よかった、そんなに。あれ、まだ生きてる？いや、多分倒せていると思うわよ。でも敵がいるみたいな音が鳴っているよ。遠ざかったな。ここにもいるみたい。一気に敵が出てきたわね。できるだけ弾を温存していこう。了解です。パン屋さんね。いいね。店員さんはどこに行ったんだろうな。避難してくれているといいんだけど。あそこにトングがあるわよ。これは武器として使うのか。そんなわけないでしょ。そこをどいてほしいです。せっかくだからどれだけ攻撃したら倒せるか試しておきましょう。全然効いてる感じがしないよ。攻撃が来るぞ。わあ、当たらなかったわね。この敵は動きがゆっくりだから真正面にずっといない限りは大丈夫かもな。倒
倒した？そうみたいね。念のために追い打ちはかけておこう。そうだね。父さんがくれたペンダントだって。そういえばなんで2じゃなくて3からなのかって話だが、1の続きが3だからその方が話を理解しやすいと思ってな。2はまた別の話になるからね。ということはヘザーのお父さんは？ああ、1の主人公のハリーだ。そしてハリーがエンディングで連れて帰った赤ちゃんが多分ヘザーだと思うわ。なるほど。鍵がかかってるね。まずは鍵を探さないといけないわね。犬が犬な。何かを食べているわね。お肉かな？ああ、邪魔してごめんねー。ビーフジャーキーか。なるほど、さっきのはビーフジャーキーで注意を引きつけることができるよ。ってことだったのね。あ、セーブポイントだ。アイテムが置いてあるわね。何かあるぞ。鍵みたい。だけどこのままじゃ拾えないみたいね。ダンボールが山積みでどかすのも大変みたいだ。そっか、さっきパン屋さんで拾ったトングを使えば。取れたわね。やった。多分これでさっきのお店に入ることができるな。これって、何か心当たりがあるみたいね。なんかの紋章なのか？わあ、本屋さんだ。いっぱいあるわねー。ここに何かアイテムがあるのかな。奥にドアがあるからそこから出るのかも。あ、床に本が散らばってる。シェイクスピア全集。いっぱいあるね。全部で5冊か。どこかで使うアイテムなのかもしれないわね。へ、どういうこと？その本って多分さっき拾ったシェイクスピア全集のことよね。なるほど、パスナンバーが必要なんだな。何か書かれているよ。他のも見てみましょうか。多分数字だと思うんだが変な感じだな。なんかあまり繋がっている感じがしないわね。そっか、さっきの変な文章は順番通りが正解じゃないよって意味だったのかも。それじゃあ特に本の順番は気にしないで背表紙に書いてある数字をうまく並べればいいんだな。なるほどね。0427だね。正解ね。これで先に進めるぞ。Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters. They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, unspoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know?I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. なに？この音。クロービアって人に会って雰囲気が変わったわね。ヘザーのことを知っているような感じだったな。もっと重要なことを知っていそうだったわね。あ、エレベーターに乗れるみたい。エレベーターか？
これは、全自動昇降機ね。へ？きっと乗った人が行きたいと思っている階に運んでくれるのよ。それはすごい。夢があるな。あ、着いた、わぁ。ラジオ？なんで上から降ってきたんだ？ラジオってことは？あ、多分やばいことになってきていると思うぜ。もしかしてこの先には。周りの雰囲気がボロボロになっている感じがするし、ああ、多分裏世界だな。痛い痛い。じゃあさっきのは未来チックなエレベーターじゃなくてホラーな展開のやつだったみたいね。そうみたいだな。はっはっは。何笑ってるの二人とも。ここは医務室かしら。あ、アンプルがあるよ。アンプルは貴重な回復アイテムだな。これは、すごい血の量だな。ヘザーはこの紋章を見ると懐かしい感じになるってことは、多分記憶のどこかにあるんだろうな。ほとんど入れないよ。しかもかなり暗めね。ライトか何かないのか？よかった。明るい部屋だね。あ、アイテムがあるわ。もらっておこう。ここ入れそうだよ。ここは最初にクリーチャーと出会ったブティックみたいね。裏世界だから色々と変わってるみたいだね。お、これはアイテムじゃないか？そうみたいだけど明るくないと調べられないみたい。ライトを探さないといけないわね。あ、ライトがあったよ。こんなところにあったのか、全然気づけなかったわ。やった、ハンガーだよ。ハンガーで喜ぶのも珍しいわね。お、今度は防弾チョッキか。防弾チョッキはダメージを軽減できる代わりに動きが少し鈍くなるからうまく使い分けて。何？物音がしたな。何かが落ちたのかしら。特には変わってないみたいだけど。ここはトイレね。一番最初に入ったトイレだよね。その時はもっと綺麗だったけどな。この漂白剤でトイレを綺麗にすればいいのかしら。いや、無理だろ。ここから出れないみたいだね。え、誰かいる？トイレの邪魔しちゃダメじゃない。ごめんなさい。会えたな。大丈夫かな？うわ、真っ赤っか。これは、かなり体調が悪かったみたいね。邪魔してごめんなさい。いや、そうじゃないだろ。中に何かあるみたいだよ。取ってみる？取ってみるか。わかった。Ugh, no. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting?ごめんなさい。ごもっともよね。確かにな。なんかテーブルが散らばってるわね。お店か何かかな。うん。あ、上にはしごがあるよ。このはしごを使って上に登れば、届かないみたいだな。長くて引っ掛けられるもの。あ、ハンガーを使えばいいんじゃない？そっか。ハンガーは外せば長くできるもんな。これで上に行けるね。下に行くのも怖いけど上に行くのも怖いわよね。上に行って覗いた瞬間に何かいるとかな。やめて、屋根裏を掃除しようとした時にゴキ。これは、あ、
病院のやつだな。なんでこんなところに置いてあるの？まあ、何が起きてもおかしくない状況ではあるけどね。テレビがあるよ。今のって？ああ。ワンの時に見たやつと似ているな。今のは何だったのかしら、わからないな。ほっそっそ。ここから先はいけないみたいね。長いから先が見えないのかと思ったよ。上に行ってみるか。奥がちょっと変わった雰囲気ね。後で行ってみよう。ここはレストランか？ヘザーが寝ていた場所かな。丸焼きがあるわね。これって。なんか見た目がすごいな。さっきの大きいクリーチャーが食べるとか？あ、鍵だよ。鍵がかかっている部屋なんてあったかしら。まだ行っていない場所かもな。この扉の鍵かな。違うみたいね。赤い三日月と丸いくぼみか。痛い。何か書いてあったけど今のままじゃ開けられないことは分かったわ。別の場所を調べに行こう。うん。ここは何だろう。宝石屋さんかしら。指輪か。でもここは裏の世界だからもしかしたらまだ残っている可能性もあるぞ。そうだったらいいわね。くるみ？中に何か入っているみたいね。道具を使って割るのかもな。ここはキッチン。多分栄養ドリンクバーだな。そんなバーある？いや多分鉄パイプだな。鉄パイプだ。え、何の話？これさえあれば弾が切れても安心だね。鉄パイプはいい武器だよな。本来の使い方とは違うけどね。あ、何か置いてあるよ。洗剤だな。これであのトイレを掃除すればいいのかしら。なるほど。多分それは違うと思う。あれは換気扇かしら。何もいないよね。大丈夫だと思うぞ。スイッチがあるよ。よくわからないけどとりあえずオフにしておきましょうか。うん。多分何か意味があると思うんだが、扉の向こうに関係があるのかもしれないな。うわ、虫がいっぱい。このままだと先に行けないみたいだな。いやねー。殺虫剤か？どこかから見つけてこないといけないわね。いや、殺虫剤代わりのものは作れるかも。どういうことだ？ああ、漂白剤と洗剤を混ぜることで有毒なガスを発生させるのね。うん。漂白剤と洗剤を混ぜるとあんなヤバいものが発生するのか。ええ、だから混ぜるな危険って書いてあるわ。とりあえず換気扇をつけるね。洗剤と漂白剤ってうっかり一緒に使ってしまいそうだから気をつけないといけないな。この組み合わせだけじゃなく意外と掃除に使うものは一緒に使うと危ないものが結構あるから気をつけながら使ってね。はい。なんかヤバそうな場所ね。あれ、これって。万力だな。この万力を使ってくるみをいっぱい挟めば。割ることができるかもしれないわね。割れたよ。なんか出てきたぞ。ムーンストーンって、あの三日月の扉に使えるかもしれないな。行ってみよう。怖いわね。やった、これで入れるよ。中央にはしごがあるわね。行ってみよう。高いよ。一気に下まで降りることができそうだけど、踏み外したら一番下まで真っ逆さまだな。慎重に降りなき
なんか強そうなのが出てきたよ。おそらくボス戦ね。来たぞ。うわ、当たったわ。大体4発くらい攻撃ができるみたいだな。また引っ込んでいったわね。どこから来るんだろう。穴から出てきた時に攻撃を食らわないようにして反撃すればなんとかなりそうだな。後ろにもあったの？危なかったわね。動き回っていなかったら噛まれていたかもしれないな。よかった。それじゃあ6つの穴のどこかから出てくるってわけね。なになに？そっちに行きたいからどいてちょ。あ、ごめんね。なに？今のやりとり。出てきた。あ、弾が。しっかりリロードをして、攻撃再開ね。4回攻撃するまでは待ってくれるみたいだな。ありがたいわね。うん。来たぞ。やったの？多分な。見た目は強そうだけど優しい難易度でよかったよ。まあ最初のボスだからね。チュートリアルみたいなもんだな。そっか。よかった、戻ってこれたんだね。他の人たちはどうなったのかしら。まずは外に出てみよう。Heather! It's you! What just happened? You must be one of them! What did I do? And what do you mean by one of them?You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this.Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I've got a weird feeling it has something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you, because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me,What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time.I remember that. What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. ダグラスちょっとかわいそうね。でも無事だったみたいで本当によかったよ。そうね、ああ、そうだな。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。